はい、やってまいりました。ビジネス天国沖縄の時間です。この番組は、ビジネスの世界で活躍する方々をお迎えしたり、ビジネスのヒントになるような情報をお伝えする番組となっております。本日も、私、新澤哲也をお送りいたします。そして、アシスタントに。はい、今日もミノが入っております。なんか、何ですか？急に大声出してびっくりしたけど。ごめんなさい。ミノ久しぶりだね。久しぶりですね、この番組。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日も私、新里哲也がお送りいたします。そして、ミノ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい。ミノさん、一週間どうお過ごしでしたか？相変わらず忙しい一週間を過ごしたんですか？一週間、忙しかったですね。うん、なんかずっと FM 小座にいましたね、私。そりゃそうでしょ。FM 小座の社員なんだから。そう、なんかね、やることいっぱいあって。うん、うん、うん。そうだよね。そうそうそう。でも、だいぶ仕事慣れてきたんじゃない？だいぶ慣れてきましたね。本当に慣れてきて。で、いろいろ、仕事も振られてるので、それをこなしてってるっていう感じですね。でも慣れてきてるときが一番落とし穴ですからね。本当そうですね。だからちょっとビクビクしてる自分もいるんですけど。本当そうだよ。人間ってどうしてもね、慣れて怖いっすよね。うん。本当そうですよ。どうでしたか？こういう、なんか新入社員だった時の、あれとか思い出します？だいぶ昔の話なんですけどね。23の時に初めて就職をして、まあ、米軍基地だったんですけどね、うん。あの時はね、すごかったですね。というのは、基地の中なんで、なんて言うんだろう。英語なんだよね。基本的に書類も。うん、はい。職場にある言葉はすべて英語。書類も。そうですよね。当然、仕事も英語。電話も英語でかかってくるし、お客さんも外人なんですよ。で、しかも就職した時は仕事も分からない、言葉も分からない、まずそういう状況に行ってみてね、本当に吐きそうになるからね。本当に。仕事も分からない、言葉も分からないし、書類英語だし、みたいな。そうですよね。いや、最初の一週間本当にきつかったね。でも一週間で慣れるもんなんですか？うん、いや、一週間慣れるというか、一週間で諦めるっていうか。諦める違うか。なんて言うんだろうな、まず何をしたかっていうとね、めちゃくちゃ調べましたね。うん、目に入る言葉全部調べた、単語。一個一個。そうそう、全部調べて、その職場内に目に入る単語で分からない言葉は全部なくした。へぇ、そうそうそう、最初の一ヶ月ぐらいで。すごい。わからないからストレスだし、わからないからこういろいろ、なんていうか、脳みそがシャットダウンしてしまうんで、うん、まず知らない言葉をなくしたんだよね、職場から。すごい。そこから行きましたね、うん。あと仕事も当然慣れてくるし、英語もね、だんだん当然慣れてくるし、うんうん、変わってくるのメンタルだね。最初の頃っていうのは何て言うんだろうな、英語わからないから喋らないととか思ってるんだけど、うん、慣れてくるとね、うん、いや、ここ日本だからお前が日本語喋れよって感覚になってくるよね。そう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 。ここ日本なのか、むしろお前の方が、日本語で話しかけてこいよみたいな。間違いないです、それは。メンタルがずぶとくなってくるんだけどね。マジそんな感じ。いいですね、でも。あとね、意外に困らないんだよね。うん、というのは単語さえ覚えていれば、はい、流暢に話せなくても仕事をこなせるんだよね。要は会話というか、仕事は、なんていう不都合もない。あ、そうなんですか？そうそうそう。単語と、あとちょっとしたことが話せれば、仕事のやり取りって結構、全然できちゃうんだよね。向こうが読み取ってくれる感じですか？基本的には、これしてほしい、これが欲しいとか、はい、なんかこう依頼なんで、単語さえ聞き取れれば、お互いの。あ、うん、結構意外に、細かいニュアンスっていうのは当然あるけど、はい、そういったのもだんだん慣れてくるからね。すごいですね。うん。するとね、困らなくなってくるよ、全然。へぇー、うんうん。基地はどれぐらいいたんですか？ 12 年。めっちゃいるじゃないですか。そうそう、12年めっちゃいましたね。いや、でも懐かしい、いい思い出。へぇー、うんうんうん。基地の中で仕事、12年も続けれるもんなんですか？本当は1、2年で辞めるつもりだったんだけど、ついつい長くいすぎてしまってね。ずっと同じ職場ですか？ずっと。本当の職場ですね。すごいですね。うん、だからね、フォークリフトとか乗ってたよ、倉庫にいて。へぇー。懐かしいですね。フォークリフト、俺めっちゃうまいからね。マジで。ですか、うん、へぇー。フォークリフト乗せたら達人ですよ。手足のように使いますからね、フォークリフトね。すごいですね。本当マジでうまいですよ。あれって誰でも乗れるんですか？いや、免許が必要。免許、うん、当然。
それはきちんと仕事して取ったんですか？いや、就職する前に、そもそも免許がないと就職できないので、条件なんで。ああ、そうなんですね。倉庫に働くっていうのは大抵こうフォークリフトの免許持ってるっていうのが、絶対条件。へー。なので、そのために取ったんだよね、要はね、免許ね。あ、そういう働くためにってことですか？あ、そうそう、そこに就職、したいがために、うん、条件なんでね、もう絶対ないといけないんで。へー、うん、そうそうそう、やりましたね。なんで基地の中に行こうと思ったんですか？いや、友達がなんかいい仕事があるよって飲んでる時に基地の中の仕事めっちゃ給料いいし休みもいいしいいよみたいな言われたから、あ、じゃあ俺はそうだ、そこに行くとりあえずみたいな、うん、だからアルバイト感覚で、はい、で行ったら友達がお前バカじゃないかとそんな簡単に入れないと、うん、もうすごい人気だったんで、うん、そもそも面接まで行けないんだよね、当時人気がありすぎて。基地の中で、そうそうそう、待遇がいいんだよね、公務員待遇だから。あ、うん、で休みもちゃんとあるしボーナスもあるしみたいな、うんうん、だからすごい人気なので、いや簡単に入れないし、うん、面接すらいけないよみたいな言われたら、いや俺それ入るからみたいな感じで、数ヶ月後に決まってましたね。すげえ俺運はいいんだよね、昔から。その友達は受けてないんですか？受けてる。その友達そこで働いてた、基地の中で。あ、そうですね、うんうんうん、それで誘われてってことですか？誘われてっていうか情報もらって。うん、じゃあ職場は違うってことですか？あ、違う。へえ、うん、12年勤めましたね。すっごうん、懐かしいですね。でもいい職場でしたよ、うん、だから沖縄にいながら留学したみたいな感覚は。へえ。当然ずっと外人と働くし、うん、仲良くなるとやっぱ週末も外人と飲みに行くし、英語喋れないくせに2人で朝まで飲んでたから、ね、何だったんだろうね、今考えたらあれね、うん、すごいですね、でも、うんうん、へえ。そうなんですよね、まあ懐かしいですねそうそうそう、まあ、今月ね、もう本当にいろいろあってね、実はもう嫁が僕他界しましてね。あら。今月ね、皆さん知ってると思うんですけど、はい、うん、人生最大の試練が来て、うん、結構落ち込みましたけどね、まあ、もう3日ぐらい落ち込んだかな、まあ、でも今切り替えて全然落ち込んでないし元気です、うん、しょうがないね、しょうがないね。でもね、今回すごい、なんていうんだろう、成長させてもらったっていうか、いろんな気づき聞かせてもらったし、うん、自分に足りないものも分かったし、うん、やるべきことも明確になったし、うん、っていう感じで、まあでも本当に人生最短で最高の成長したみたいなイメージはありますね。で、僕結婚生活13年だったんだけど、はい、なんかそこが短いか長いかっていうのはまあ別の話として、うん、13年ね、多分世界一良質な結婚生活だったんじゃないかなって思うんですよね。うん、なんでと思うだってさ、すごいよマジで、今思い返しても。俺13年で一回も喧嘩してないからね。それすごいですね。すごいね。俺普通なんだけど、それ言うだけでみんなびっくりするんだよね。うちの家庭では当たり前なんだけど、嫁ともよく話したんだけど、いや、なんで喧嘩になるのみたいなそうそう、どういうプロセスを踏んで、うん、なんていうのかな、夫婦喧嘩になるかがもうわからない。へえ。そう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 、何がどうなって喧嘩になるのみたいなのがずっとわからなくて、僕らは、うんうん、あとね、なんだろう、13年間ね、お互いの怒ってる顔見たことない。へえ。そうそうそう、ない、一度もない。嫁が怒ってる顔見たことないね。嫁が俺の怒ってる顔見たことないんだよね。へえ、うん、でさ、13年間でさ、うん、なんかね、家で嫌な思いしたこと一回もない。ない。なんか家で、なんか今日嫌だなとか、なんか空気が嫌だなとか、一、うん、回もないよ、13年間で。めっちゃいいじゃないですか。13年間で、もう毎日楽しくてしょうがない。最高ですね。だよね。あと何があるかな、いっぱいあるよ。俺普通と思ってたんだけど、うん、これたまたま、いとこに、その話をしたら、うん、いや、そんなの世界中にないっすよって言われて。そんな聞かないんですよね。そう。あ、そうかもな、と思ってね、うん。いやいや、そんなの聞いたことないし、世界中探してもいなくないっすかとか言われて、うん、確かに、いないかもな、みたいな。いないと思います。ね、いないよね。うん。あと何だろうな。もう多分びっくりすることばっかりだと、みんなが聞いたら。
あと何来るかな、めちゃめちゃいい関係性じゃないですか。そうそうそう、嫁にムッとしたことも多分ないじゃないかな、ないないないし、何時間でも一緒に入れる、めっちゃいい、極端に24時間一緒に入れるよ、めっちゃいいね、うん、全然嫌にならないっていうか、だから本当に合ってたんだろうね、うん、そうですよね、うんうんうん、そうですよ、お互いがあれですね、一緒にいて落ち着いてたんでしょうね、きっと。ああだろうね、うん、でさ、あの俺本当にあのこれラジオで言うと変な人と思われるかもしれないけど本当にあの人間と結婚してるって感覚なかった、本当に言うのはなんかもうなんかなんていうかな、あのこれ人間かなっていうぐらいのなんかもしかしたら奥さんも同じこと思ってたかもしれないですね、違う意味でね、うん、なんかそれぐらい穏やかだし、うん、前向きだし、うん、人の愚痴は絶対言わないし、うんうん、山川さんも人の悪口っての聞いたことない一度も、ないないない、うん、めちゃめちゃいい奥さんじゃないですか。でさ、ごめんね、のろけみたいな話ばっかりして、いいです、のろけていきましょう。俺13年結婚したけど嫁に対する不満一個もないんだよね、へえ、一個もない、一個も思い出せない、やっぱ、あ、だからそうそうそう、交際期間しかもゼロゼロゼロ、そう、交際期間ゼロゼロ日婚、それでその関係性ってすごいですよね、すごいよね、だから俺たち普通だったんだけど人に言うと普通じゃないっていうのが分かってくるというかね、ゼロ日だと大体なんかね、うん、別れする人とかもいるじゃないですか、うんうんうん、やっぱ違ったみたいな、うん、そうそう、だから13年ってね、まあ、結婚で、ね、できても30年40年やる人もいるし、俺はまあ13年ってね、うん、あのまあもなんか想定より短かったんだけど、うん、なんかこう長い結婚じゃなくて短くしてすごい良質に凝縮したみたいな、うん、イメージがあるから、はい、うん、だからね、意外にあんま後悔なくて、うんうん、本当に俺1秒1秒大事にしてたから、ビジョンがあるから、うん、毎日毎日、うん、あのだから意外にあんま後悔がないんだよね、へえ、素敵、うんうん、ないないない、でさ、当然落ち込むけど、うん、いつまでも落ち込んでてもさ、うん、あの向こうも迷惑でしょ自分のことで落ち込まれたら、うん、うん、だからもう、ね、さっさと切り替えてね、まあ、子供たちも全然元気誰にいたのか、うん、だからね、うん、俺もそうだけども嫁も幸せだったんじゃないかなと思いますけどね、絶対そうですよ、ね、うん、だってそんな結婚生活を送っている人っているかね、世界中にねそんなにないと思いますよ、いないよね、はい、うん、そう考えたらね、幸せだったんじゃない、うん、っていう感じなんですけどね、まあ、人はね、どうしてもいつか別れが来るもんなんで、うん、うん、それはもう仕方ないですよね、そうですね、うんうんうん、あ、コメントいただいてますね、はい、高野さん、はい、こんにちはということで、高野さんどこだ、高野さん、あ、はいはいはい、一番最初に来てます高野さん、うん、そしてエマさん、こんにちは、あ、こんにちは、で、武蔵さん、新里さん、リスナーの皆さん、こんにちは、お久しぶりの生放送お疲れ様です、あ、お疲れ様です、ありがとうございます、武蔵さん、山内一郎さんですね、山内さん、うん、ありがとうございます、てちや、すごくかっこいいぞ、今度落ち着いたら飲もう、告別食うまかったな冷たいぞじゃあ体調崩してましてね、言い訳だなって思ってても違うか、じゃあ武蔵さん、ブログを拝見してとてもびっくりしました、うん、新里さんのラジオに出会えて新里さんの言葉に救われたりもしたので、うん、新里さんと新里さんを今まで支えてくださった奥様に感謝を伝えるためにうるま市に出かけて手を合わせてきました、はい、あのね、ブログ読んでます、記事読んでますって人めっちゃ来てたね、あ、本当ですか、そう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 、本当にありがたい、うん、嬉しいですね、なんかね、涙の中に入ってくるんだよみんなねそうそう、泣きながら入ってくるんだよね、へー、そうそう、ありがたい、いや、俺いないとどうするんですかみたいなそうです、いやでも嫁の記事よく書いてたからね、うん、やっぱり写真を出さないから、うん、どんな女性なのかなっていうのをすごくみんな興味、あ、気になってたみたいで、うんうん、でもありがたいですね、こう言ってね、
そうですね、来ていただくっていうのはね、たくさんの方がね、うんうん、ブログ見て来てくださって、うん、いっぱい来てくれましたね、うんうん、山内さん哲也にはもったいない奥さんだったなって言ってます。いやいや、釣りやってないと結婚ってできないですよ。はい、そして高保さん、はい、5年10年続けてふわふわするカップルもいれば、こうやって電撃ビビコンで波長の合うカップルもいるのだから、世の中面白いですね。そうそう、だから結婚する前ってさ、なんか先輩と飲んでたら、いや結婚は人生の墓場だよとか、うん、結婚大変だよとかってずっと聞かされてたんだよね、うん、だから結婚した時ってなんかそうなっていくもかもしれないなってどっかで あるわけよね、はい、先輩のアドバイスを受けていて、はい、だから1日2日1ヶ月2ヶ月経っていった時に、あ、だんだん気まずくなったりとか、うん、喧嘩したりとかしだすのかなって思ってたんだけど、1年たち2年たち全然そんな雰囲気もないし、でむしろね、どん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 なんていうのかな、嫁のこと好きになっていったんだよね。そう、だから一番好きなの13年目だよ。素敵じゃないですか。結婚式からずっとなんかなんていうのかな、その気持ちが増していって、これ 50年後とかどうなるのみたいな感じで途中から思い始めてぐらいだね。だからなんかスルメみたいな、いつも本人が見てたんだけど、お前スルメみたいなやつだなみたいな。うん、どういうこと、噛めば噛む、一緒に住むとその凄さがより分かった。一緒に長く行くとやっぱりその人の、やっぱり人って長くいたり一緒にいることによってその人の本当の凄さが見えるなみたいな感覚はあったね。やっぱり一緒に住まないと分からない、見えない部分ってあるよね。うーん、うん、でかなこさんから来てます。はい、今奥さんの言葉を聞いて涙が止まらない。だから泣くなって、俺が泣くって。素敵です、最高ですって言ったこと。そう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 、泣いてるんですかね。うん、うん、だからね、うん、嫁は本当にすごい人だったから、うん、さっきも言ったけど人間と思ってなかったから俺。マジで。逆に何だと思ってたんです。こんな人間いないでしょってずっと思ってたから、うん、だからなんかもう神に見えた。で本当にね、すみませんのろけみたいな話ばっかりするんだけど、いいですよ。なんかね、この人の考え方、言葉の使い方、思考、うん、行動、うん、女性が幸せになる成功法則だなと思ってたんだよ。へえ、この人みたいに考えて、この人みたいな言葉を使って、うん、この人みたいな生き方したら女性って幸せになる、絶対なるなっていう、なんか成功モデルみたいなへのに俺思ってたわけで、本人もずっと言ってた。あ、そうなんですか。そう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 、だからブログ書いて、うん、書けとか本出せってずっと本人に言ってたんだけど、うん、まあ、本人そういうタイプではないから、うん、全然こんな書いたりとかしないんだけど、俺絶対そうだと思ってて、だって俺がずっとわしづかみにされてるでしょ、うんうん、俺がすごいんじゃなくて嫁がすごいわけですよ。はあ、なるほど、うん、だからこうなんていうか、男性をずっと応援させ続けられる人、うん、うん、これ体系化して真似したらみんなそうなるなってずっと思ってたから、うんうん、もうずーっと本書け本書けブログ書けってずっと言ってたんだけど、うん、結局書かないからね、書くタイプじゃないからね。うん、でも書いたら書いたで、うん、結構良かったかもしれないですね。だから何をしてるかっていうと、うん、今俺が書いてる。あ、そう、俺が書いてる今。そうそうそう、だから今準備してて、毎日出筆してて、うん、今どれぐらい書いたかな、4万文字ぐらい書いたかな。へー、まあ、8万とか7万から10万文字ぐらいになったらもう書籍化しようと思ってます。へー、本当本当に嘘みたいな本当の話ばっかりだから、俺たちの結婚生活ってマジで本当に多分映画見てると思うみたいな感じで、ね、あ、結婚生活のこと書いてるってことですか。結婚する前からの出会いからね。ちょっと出会いからなんで結婚したかみたいな、結婚してからのエピソードみたいな。読みたい。だってさ、俺結婚した時さ、全財産6円だったからね。え？ほとんど冗談じゃなくて6円。6円？そうそうそう、全財産よ。全財産ね。お仕事されてなかったんですか？してたけど、やっぱこう自分でやっていろいろ挑戦したのでね、いろんな挑戦してやったりやるけど、全部うまくいかなくて、うん。うん。もう全部ことごとくうまくいかないし、人集まらないわ。もう何やってもダメみたいな。そうそうそう、もう自信喪失、どん底のまたさらにどん底みたいな。そうそうそう、うん、どうやって生きていこうかなみたいな時期だったんだよね。うん、でその時に嫁と会って、うん、で
仲良くなったというか、その残高6円みたいな話をしてゲラゲラ笑ってたんだよ、ね、そうそうそう、こんな人いるんだみたいな、面白いとか言って、でそうしてる時に、うん、嫁がごめんね言っちゃうけど結婚したいって言ったんで俺に、そう、おびっくりしてさ、ちゃんと聞いてた俺の話みたいな、そうそうそう、奥さんから言ってきたんですね、通帳見せてからね6円だよって爆笑してて、そしたら嫁が衝撃の一言言ったんだよね、うん、気にならないって言ったんだよね、すごくね、すごすぎます、そっからスタートからね、もう映画みたいだよね、素敵すぎる、これ、うん、ドラマ化にしましょう、で後々言ってたのが、いやあなたが安定した仕事したら多分結婚しようと思わなかったって言ってたね、そうそうそう言ってた、うん、めちゃめちゃ素敵じゃないですか、ね、なんかそんなのがめちゃくちゃあるのよエピソードが、へー、多分映画化できるよ本当に本当に、うん、へー、そういうこうなんかエピソードとかの中で、うん、いろんな気づきとか、うん、学びとか、あ、こうすればこうすればこうなるんだっていうのがいろいろあるんだよね俺の中で、うんうん、で実際さ俺結婚する前に、俺39で結婚したんだけど、はい、結婚する前どころか20代の前半ぐらいから、うん、めちゃくちゃ研究したわけ、何を研究したかっていうと、うん、うまくいってる夫婦ってなぜうまくいってるのかなとか、はい、そうそう、うまくいってる夫婦の共通点とか、うん、めちゃくちゃ研究してたわけ、そうそうそう、めっちゃ観察した、その言葉とか仕草とか行動とかいろいろあるでしょ、こう、はいはい、うんうん、あ、この夫婦いいなとか、この夫婦うまくいってるなって思う人は徹底うまくして、うん、めっちゃ観察してたわけなんでですか、いや自分が結婚した時に、あ、成功事例とやり方を知ってた方がいいから、はい、あ、なるほど、そうそう、めっちゃ研究してたっけ俺、本当に本気で、はいはい、そうそうそう、で直接聞いたりとか、こういう番号してるんですかとかってめっちゃ聞いてて、へ、そうそう、それを体系化したわけよ、だから自分の中で、へ、で結構自分がやった時にそれ実践しただけ、へえ、すごい、うんうんうん、それが実践できるのすごいですね、でも、あ、そうそう、実践するのって結構ハードル高くて、高いですよね、そうそうそう、なんか難しいことは一個もないんだよ、うん、うん、ただ恥ずかしいとかその今までやったことないこととかばっかりだから、はい、でもそれやるから変わるわけで、うんうんうん、そこ乗り越えないと絶対にこう変わることはできないわけだから、うんうん、それやった、結婚式翌日からやった、へえ、うん、そうしたらやっぱりそうなったみたいな、だからそういうのってみんなに公開した方がいいじゃんね、そうですね、うんうん、だからそういう意味でも本出そうと思ったし、うん、本出すことによってほら結局嫁の生き方考え方が誰かのヒントになって、うん、誰かが生きやすくなったり幸せになってくれたら嫁の命が輝くじゃんね、そうですね、うん、あとさそういう本を出すことによって子供たちはね、あ、うん、自分のお母さんってこんなにすごい人だったんだとか、うんうんうん、お母さんってこういう生き方してきたんだっていうことを知ることによって子供たちの生きる力にもなる、そうですね、自信にもなるから、うん、うん、だからそういう意味で、ね、今文章化して書籍化しようと思ってます、まあ、準備してますよ、もう、うん、なんかね伝えたいことが明確だとめっちゃ書けるんだよね、あ、そうなんですか、そうそうそう、めっちゃ書ける、だから本当に3日ぐらいで本書けちゃうんじゃないかなぐらいの勢い、へえ、うんうん、すごい、うん、うーん、いいですね、その本読みたいですね、ダメ、え、なんでですか、なんでですか、まあでも本って言ってもやっぱりいろいろ考えたんだけど、本当に自分で作って、うん、自費出版の形にして、もう限定100冊にして、へえ、うん、早物勝ちFM 小座に置きましょう、うん、やろうと思ってますね、多分みんな変わると思います、生き方がとっても楽しくなると思う、毎日が、へえ、すごい気になりますね、そういうの、うんうんうん、だから本当に難しいことなくて、はい、考え方とか思考とか物事の見方視点、うん、あと言葉の使い方を変えるだけの話なんだよね、だからできるかできないじゃなくて誰でもできる、やるかやらないか、やるかやらないか、そう、あと知ってるか知らないか、それだけの話なんですよ、うん、それは全部嫁が教えてくれたから、いやそれって俺たちだけでね囲い込んでたらもったいない話だから、どんどん公開していこう、公開してるよもうすでにブログで。ブログで。そう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 。あれをまとめるのはこれからなんだけど、下書き公開してるみたいな。
下書きでよかったらどうぞみたいな。そのブログもあれですか、奥さんのこと書かれてるんですか。めっちゃ書いてあ、そう、最近嫁のことしか書いてない。なんかこの間なんですけど、娘でしたっけ、その娘さんのことを書いてたっていうのを言ってませんでしたっけ。そんなこと言ったっけ俺。あれ言ってなかったっけ。あ、娘もよく登場するよ。娘さんが書いてるんでしたっけ。娘はあの自分に影響を受けたのか分からないけど小説書いてる。小説か。フォロワー2万人ぐらいいるらしい。え、すごいですね。小学校生、小学5年生なんだけどね。小学5年生。自分を見てもとんでもない文章を書くんだよね。びっくりするよ。へえ。マジびっくりする。あれは文才あるよね、完全に。本当ですか。娘さんの、あの本を出していただいて。どうなんだろうね。まあ、ペンネームで活動してる。あ、本当ですか。そうそうそう、本名じゃなくてね。へえ。それも気になりますね。あ、CM 行きましょうか。CM 行きますか。はい、はい、はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日も私、新澤哲也がお送りします。みーのよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コメントたくさんいただいていますね。はい、エマさんですね。安定を求めてなかったことすごいですね。ね、言ってましたよ。だから僕が米軍基地にいたら結婚してくれなかった可能性がありますね。面白くないって言ってましたね。逆にですか。そう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 、面白くないって言ってましたね。だから逆にお金全くなかったのが面白いと思ったみたいで。そう、変わった人ですね。変わった人ですね。本当にあまりそういう方いないかと思うんですけど、ね、すごい腰が座ってたね。俺がビビっててもね、行けみたいな感じだったから、大丈夫、死にはしないみたいな、やれやれみたいな。普通逆だね、嫁が飛べるんだけど、嫁が豪産だし、ビビるな、行けみたいな、大丈夫みたいな。全部全部なくなっても死にはしないよみたいな。そんな感じのノリだったね。そんな言い方じゃないけどね。すごい、めっちゃいいですね。うんうん、じゃあ武蔵さん、新里さんの、奥さんの懐の深さ、包容力の凄さと優しさ。大半の沖縄の女性も見習ってほしいと強く思いました。僕もそう思ってるんですけど、ただ見習ってほしいっていう感じではなくて、一つのヒントとして、こういう生き方もこういう考え方もあるよというのが、何かあればなと思って、僕横で見てずっと思ったもんね、こんな生き方したら女性は絶対幸せになるわってずっと思いながら見てたから。へー。そうそうそう、だって俺がずっとそういう感情をわしづかみにされて、実際ね俺は、これはすごいわと、本人意識してないき、本人全然気づいてもないんだけど、もうすごかったね、言葉の使い方一つ一つから。へえ、マジすごかった。これはだから人間と思ってなかった、正直。本当に人間と結婚してるっていう感覚がなかったね、ずっと。すごいですね、本当に。だから喧嘩しないよね、神様だから、神様と喧嘩しないでしょ。基本的には嫁が言ってることが正しいって俺はスタンスだから。そう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 、基本的にはね。それだから喧嘩しないんでしょうね、きっと。いや、喧嘩、なんで喧嘩しないかっていろいろ理由があるんだけど、だってさ、結婚生活なんてさ、結婚生活とか人生の時間なんか限られてるわけでしょ。だからやっぱり楽しい方がいいじゃんね、一緒に過ごすんだったら。そうですね、貴重な時間でしょ。この貴重な時間を潰すぐらい嫌なことなのかって俺いつも天秤にかけてたんだよね。この目の前の大事な時間を台無しにするほど、それほど大変なことが起こってるのかと、っていうふうにいつも天秤にかけてたんだよね。そんなちょっとしたことでイライラして空気が悪くなって、お互いが喧嘩したりとかすると、この時間が台無しでしょ。下手するとほら1日2日台無しになるわけでしょ。そうですね、それぐらいそれをなんていうの、犠牲にしてもね、なんていうかな、喧嘩するほどのことなのかと、お互いの時間を潰すほどのことなのかっていつも天秤にかけてたんで、こうやって、天秤がね、ピクリでも上たことは1回もないね、13年でね。一回もない、ピクルともしない。へえ。そうなんだ。そう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 、わざわざ自ら大変な選手必要ないでしょ、この時間をね。そうですよね。ないないない、もうずっと意識してたね、13年間。へえ。だからね、なんていうかな、変な後悔がない。
本当に1秒1秒で思ってるからね、そうやってね、13年、大事ですね、もう、うん、本当本当本当に、うん、うん、そうなんだ、うん、なんかすごいいいですね、新松さんめっちゃいいですね、ちょっといい人に見えてきたでしょちょっと、うん、ちょっとね、ちょっと錯覚今起こしてきてるでしょすごいなんかそういう結婚生活めっちゃいいなって思いました今、うん、だってさ結婚ってずっと一緒にいるわけよパートナーと、うんうん、それがその人の関係性とかその人の時間がどう過ごすかが人生そのものでしょ、あ、そうですね、うん、それはねやっぱり考えた方がいいよね、絶対ね、でそういう姿を見せるのが俺は教育だと思ってるから、あ、うん、一緒に仲良く楽しくあの過ごす姿を見せるのが俺は教育だと思ってるから、うんうん、だって子供からしたら大人って特に親なんていうのは自分の未来だからね、まあ、そうですね、うん、未来が楽しそうにしてないと、はい、いや将来ね不安よね、うんうん、大人になったら楽しそうだなとか、はい、大人ってなんか早くなりたいなとか、うんうん、あ、夫婦ってこんなにいいんだっていうのを見せるのが俺は仕事だと思ってたから、うんうん、それは別にやることないんじゃないの別に確かに、だから未来が楽しみだって思ってもらうのが俺たちの仕事だから、うん、俺たちって子供たちの未来なんだよね、うんうんうん、親の背中見て育ちますからね、うん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 、だからなんか言う必要ないんだよ、うん、言ってもみんな見せるしかない、そうですよね、うん、でもなんか感情的になることとかもなかったんですか、なかったね、ないっすね、あの別に俺が穏やかっていうよりも向こうが俺を感情的にすることしなかったっていうのが正解だね、はー、俺がイラつくことをやらなかった、でもそれお互いにってことですよね、なんかね、さんもそうってことね、彼女のすごいのが、うん、察知するんだよね、へ、うん、人のことめっちゃ見てるから、うん、この人こういうことしたら嫌がるとか、うんうん、こういうこと言って喜ぶとか、あ、こういう言葉を言うとなんか気分害するなっていうのを瞬時に判断するんだよね、すごいですね、その都度その都度言ったことに対して相手の反応を見て瞬時にして、もうそっから一切言わなくなる、へえ、うんうん、その能力がものすごい長けてたね、そうなんだ、そう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 、すごいですね、で相手のことめちゃくちゃ見てたんだろうね、はー、表情も全部含めてね、相手の感情とかもね、もうだからどん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 、だからなんていうのかな、それがなくなっていくわけですよ、結婚生活過ごせば過ごすほど、うんうんうん、要は映画みたいね、進化していくみたいな血気を上がっていくみたいな、プログラムされてて、そうそう、長く住めば住むほどみたいなそういう人だよね、すごいですね、びっくりするよ、だから本当に驚く、あとね、先回りする、え、すごく先回りする、俺がこうやったら喜ぶとかっていうのも、こう先回り先回りする、こうやって、へ、家にて置かれてたりとか準備されたとか車が移動されてたりとか、もうすべて先を向くよ、すごいですね、すごいわけよ、本当に驚くわけ、本当に、うん、この人が次何を求めてる、どうしたら喜ぶっていうのも全部先回りして、もう全部やろうけど、先を先を先を、へー、そうそう、先を見る能力も半端なかったね、すごいですね、未来の方ですか、本当に、だから本当に感動するし、これ人間じゃないのってマジで思ってたそうそうそう、人間じゃないですか、人間なのかなみたいな本当に思ってたね、本人もずっと言ってたよ、俺お前のこと人間と思ってないよっつってずっと言ってたそうなんですか、うん、奥さんに言ってた言ってた、へ、奥さんなんて言ってました、人間だよって言われて冷静ですねそうそうそう、へえ、まだ食ったらこんな考え方になるのって言ったこともあったんだよね、そしたら同じもん食ってるよって言われてめちゃめちゃ冷静に帰ってきますね、そう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 、そうなんだ、コメントいっぱい待ってますね、ありがたい、はい、たくさん、うん、ありがとうございます、エマさん、うん、知らないんだからと諦めれる、知ろうとすることが大事、うん、自分から知ろうとすると自然と周りも教えてくれるんですよね、相手を変えようとするのではなく、うん、自分から変わっていかないと誰も見向きもしないです、あ、相手はね基本的に変わらないものだと思った方がいいですね、そう、まあそうですよね、うん、相手を変えようっていうのが一番厄介ですね、うん、相手はね基本的に変わらないと思った方がいいですね変えようなんてとんでもない話ですね、うーん、うんうん、
そうですよね。高間さん感性が鋭い。鋭いですね。めちゃくちゃ見てますね。すごいと思う本当に、あのこう気づく能力というか。うんうんうん。うん。元々持ってる本人も意識してないから。意識しないです。意識してないし、そういう能力があるって本人も分かってないから。へえ、気づいてないってことですよね。気づいてない、本人がそういう、自分がそういう能力持ってるっていうのね。それを無意識でできる、どんだけ素敵な人ですか。だから学んであったわけでもないから、もう、もともと持ってる能力なんだろうね、彼女のね。すごいですね。すごいよね。中から出てくるこの能力。うん。でも学べば身につく能力でもあるから。まあそうですね。そうそうそう。それも体系化してるんだよね。だから幸せになるためのノウハウがめちゃくちゃ詰まってるよね、彼女の生き方にね。そうですね、うんうんうん、で社長さん、うん、残念ながら間違いなく夫婦関係のスペックが落ちてるんです。やりたいことはやりましょう、行きたい場所に行きましょう、会いたい人に会いましょう、相手に好きって言いましょう、うん、今のうちだぞ、俺は結婚32年目だけど。結構ベテランですね。ですね。ベテランさんですね。そうそうそう。このなんていうのかな、相手に言葉を投げかけるっていうのはめちゃくちゃ大事で、うん、なんか夫婦だから別に言わなくていいよみたいな、絶対ないからね、はいはい、言わないとわからないからね、絶対。もうこれはもう絶対言葉にするっていうのはめちゃくちゃ大事で、俺結婚式の翌日から嫁に毎日可愛いって言ってたからね、毎日だよ毎日、結婚式の翌日からね、翌日から、うんうん、で女性の肌が綺麗なのと化粧品じゃないんだよね、投げかける言葉で、じゃあこれ本当にこうあの経験済み、うんうんうん、やっぱり女性はいい言葉を投げかけると肌がどんどん綺麗になっていく。へえ、本当本当らしいですよ、男性の皆さん、うん、だって嫁が綺麗になるって得するの自分でしょ。そうですね、うん、だから言葉なんてお金かかるわけでもないし、うん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 、ずっとやった方がいいですよ、うん、らしいですね、メールが届いてるので、はいはい、読みたいと思います。グッドアフタヌーン。500円から脱出した新里さんにスタッフさん、途中から拝聴。私の長男は初めて交際した相手と結婚、うん、今も結婚生活を送る。馴れ初めは職場仲間が割に伝言を伝えてくれと、違う、代わりにですね、すみません、うん、職場仲間が代わりに伝言を伝えてくれと花屋に会いに行ったのがきっかけ。私は50半ば、もう出会いはないかも、社会的地位もないし毎日楽しく生きたいのにいいなと思った相手はいました。アナログ野郎さんですね。社会的地位はあまり関係ないです。僕6位ですから。そうですよね。社会的地位も何も、地位も何もです。地位も何も、今も地位全くないですけど、うん、ちなみにね、社会的地位避けてるんだよね。逆に肩書きもいらん。肩書きってマジ邪魔。そう、うん、名前だけでいい。らしいですよ、うんうん、でもあと1通来てて、うん、アナログ野郎さんがもう1通来てる、うん、確かに人生には締め切りがあると言ってますね。あ、そうなんだ。はい、確かに。そしてであとはコメントですね、うん、エマさん、そうそう、大人たちの役目なんですよね。子供たちが、大人たちが楽しそうじゃんって感じてもらうことを。そうだね。そしてさっき子さんから、Facebook ライブのお声が届いてないよ。マジ？聞こえてないみたいですね。え？そうなんですか？みたいですよ。申し訳ない。これ最初から聞こえてないんですかね？あ、そうなの？わかんないですけど。今コメント来てるので、あ、だったら最初から申し訳ないですね。聞こえないですか皆さん、聞こえない、マイクの問題ですかね、どうなんでしょう。マイク普通にセッティングされてるけどね、今も聞こえないんですかね。なんだろう、聞こえないのかな皆さん、聞こえないですか。あ、本当だ、聞こえないって出てる。あ、本当ですか。え、なんでなんでですかね、なんですかね、なんか接続の問題とかですかね。もしかしたら充電してないやつですかね。マイクの充電がない感じですか。取っちゃおうか、取っちゃったら聞こえるかも。逆に、逆に、はい、うん、あのすいません、ね、後であの今日のやつアーカイブ開けときます。
曲のやつ編集してあげときます、はい、うん、今聞こえてますかね、多分聞こえてるんじゃないかな、大丈夫ですかね、 Facebook で Facebook ライブをご覧の皆様、うん、申し訳ない、多分これ充電の問題じゃないかなと思うんですけど、まあ、後で曲のラジオ曲のアーカイブを編集してFacebook グループに上げておきます、皆さんそれ見てください、申し訳ない、あ、小さく聞こえました、あ、そうなんですよ、今高本さん聞いてくれてるマイク抜いたんでスマホのやつを使っているので、なんかそうなんだ、申し訳ないですね、うん、うん、上げておきます後で、はい、で山さん、何が社会的地位なのって感じって言ってますよ、社会的地位って何ですか、いや社会的地位、例えば、まあ、それ人によっても見解は違うと思うんですけど、うん、なんていうのかな、こう社会的地位って僕別にそれがいい悪いとか全く思えないんだけど、うん、なんか変に肩書き持ったり社会的地位が高くなると言えないことやれないことってどんどん増えていくでしょ、うん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 、俺みたいな自由人って邪魔なんだよね、肩書きって、あマジ邪魔なんですよ、メリットが一個もないですよ肩書きには、うん、うん、だからなるべく肩書きを持たないように生きてます、うん、足かせにしかならないんでね、その生き方の方が楽なんですかね、あ、そうそう、自分みたいな、こうなんていうのかな、自由に生きたいみたいな人はね嫌なんですよ、肩書きって、だから名前だけでいいですね、みたいですよ、うん、お、あとコメントいただいてますか、はい、武蔵さん、新雑さんめちゃめちゃ幸運だと思います、新雑さんの奥さんのような、うん、優しさにあふれている女性に出会って、うん、とてつもなく羨ましいです、うん、優しい女性に出会ったことの全くない僕は生きてる間に出会うのは月と太陽がひっくり返る確率ぐらい不可能だと思っています、うん、いやでもね、出会い方ってあるんですよ、うん、実はそれは、うん、出会い方ってやっぱりやり方がある、へー、ですね、ちょっと時間がないからちょっと長い感じですか、なんで収まらない、そうですね、でも出会い方ってマジあると、あ、自分の中でね、うん、自分の中でそういった自分に本当にこう合ってる人との出会う方法があるわけですよ、みたいですよ、うん、そう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 、それやればね大抵大丈夫、あ、出会えますね僕の経験上らしいですよ、うん、教えてほしいですよね、その出会い方、タフショットの時喋りましょうか、タフショット、じゃあ皆さんタフショットもぜひ聞いてくださいね、タフショット、そうそうそう、あとね幸運、そう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 、実は嫁と僕の知らざる秘密が、秘密というか知らなかったことが昨日知れて、うん、あ、だからそうなんだっていうことを昨日知ったんですよ、たまたま、うん、うん、それは聞いちゃいけないやつですか、いや全然言いますよ、ただ今話したらなんか中途半端になるんですよね、時間が、ね、じゃあこれもタフショットでそうそうそう、なんか途中ですいませんって言いそうでじゃあそれもタフショットの時にお話ししましょう、うん、このマイクが聞こえない、これある充電器のこのさすあると思います、うん、はい、皆さんもし Facebook ライブ聞きづらかったら、うん、FM 講座の YouTube ライブか、はい、ツイキャスで聞いていただければ、ツイキャスだとコメントもできるのでね、はい、うん、ぜひぜひそちら でアーカイブは今日明日で開けときますので、うんうん、出会い方ってあるんだよね、うん、実はね結構みんな知らないんだよね、知らないと思います、ね、だからなんか手当たりしない人に会いに行くとか、うん、コンパに行きまくるみたいなやるんだよねなかなかそれじゃ出会わないよね、あ、人には出会えるけどね、うん、自分に会ってる人には出会いづらいよね、それじゃね、そうですよね、うんうんうん、だからなんていうか、さっきほらどうやったら結婚生活いい結婚生活を送れるって、はい、研究してたんだけど、はい、その前に
大事なのって出会い方でしょ。まあそうですね。そう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 。だから俺出会い方も研究してたんだよね。うん。そう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 。どうやったらこう自分にとって理想の人と出会うかっていうのもね。出会い方の研究って何？してたしてた、マジでやってた。どんな感じで研究するんですか？いやもういろんな人の話聞いたり、なれそめ聞いたり、本読んだり、へ、うん、自分も当然実践してみたりっていうのを繰り返していくと分かってくるんだよね。やっぱ実践するのが大事ですね。もちろんですよ、全て実践ですよ。やっぱ考えてるとか、うん、そういうのだけじゃ、うん、ダメですね、うん、そもそも大事なのは出会うっていうこと。まあそうですね。でしょ、そういう人と、うん、でそういう人と出会った時点で実はもう8割決まってんだよね。9割だって会ってる人と出会ってしまえば。確かに、うん、8割9割はもう努力いらないから。そうですね、うん、確かに。本当は一番出会うところに時間と労力をかけるべき。うーん、そこでほぼ決まるから、8割9割は。らしいですよ、うん、皆さん努力いらんからね、そうなるとね。だってそもそも合ってるんだから。そっか、うん、確かにそうですね、うん、うん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 。なんか結婚相談所みたいになってますよね、うん、ビジネス天国を嫌うね今日はまた違ったビジネス天国ですね。まあこれもビジネスじゃ、ビジネスか。ビジネスも出会いとかねあるじゃないですか、うん、それはまた別ですか。まあでもあの関係ないかっていうと、仕事に結婚生活絶対めっちゃいい気がするから。本当ですか。もちろんですよ。家に行って嫌な気分だったら仕事に集中できるんでしょ、うん、そうですね、うんうん、めちゃくちゃ実は影響あるんですよ。やっぱ家で一番落ち着けるのがあれですよね、うん、いいですよね。そう思います、ね、やっぱり活力になるしね、うん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 、頑張ろうっていう気持ちにもなりますしね。そうですよね、うん、結構ねみんなつながってんだよね、うんうんうん、だからこうみんな分ける必要ないんだよね。プライベートとか仕事とか子育てとかいろいろあるじゃんね、はい、生きていく上で、はい、これ全部壁を作って確率的に分けられないんだよね。なぜかってみんな複雑に絡んでるからね。だってね、人生って考えたら総合力でしょ。要はそうですね、うんうんうん、確かに関係ない。だから仕事とプライベート分ける意味も分からないし、全部が複雑に絡み合って全部が影響し合ってるんだよね、うん、全部、うん、もう一緒に繋がってますもんね。繋がってると思いますね、うんうん、いや今日もなんかよくわからない内容になってきましたけども、高野さんが結婚天国開業しますって言ってますよ何回か恋愛天国やったことありますけどね不評でしたけどね。本当ですか。恋愛天国は恋愛天国沖縄やったんですよね。本当ですか。そう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 、やったっていうか今日は恋愛天国で行きますみたいなノリでやったら不評だったんですけど、ね、今回結構皆さんいい感じじゃないですか。それも皆さんが決めることなので。そうですねたくさんコメントいただいて、はい、でも良かったと思いますよ。私はなんか大丈夫ですかね。クレーム来ないですかねクレーム来ないんじゃないですかね。クレーム来ても受け付けませんけどねみたいです。でも来ないと思います、うん、来ないことを祈って、うん、はい、ということで、少々時間ですね。そうですね、はい、本日はですね結婚天国沖縄違うか勝手に途中で、なってしまいましたが、うん、なんか興味ある方もね、うん、何名かいらっしゃるみたいですのでね、はい、この後バスケットボールトーキングラジオタフショットも放送しますので、うん、バスケの話1割、それ以外の話9割で行きたいと思っておりますので、お時間のある方はね、引き続きお付き合いください、はい、はい、これにて、ビジネス天国沖縄終了いたします。最後まで聞いていただきありがとうございました、はい。